はい、皆様こんにちは。はい、今日はね、大正寺さんに来ましたね。さらの寺ですけれども、こちらの秋の紅葉をちょっと見に来ました。それでね、机に反射するもみじがもしかしたら見えるかな。大正寺庭園さんですね、名称となってますんでね、ちょっと見させてもらいましょう。夏来た時青もみじが綺麗かったですけどね。ちょっと今年は紅葉がね、ちょっと遅れとったみたいやけども、どないなってんのか状況だけどもね。しかしまあ、イチョウかなんかの色づきがちょっとまだやな、あれ見たら。山々の方もね、まあ、うっすらとはちょっとこう、紅葉してますけどね。まあちょっと行ってみましょうか、とりあえずね。はい。はい、ここからの大正寺さんに行こうと。ちょっとね、桜が咲いてましたんでね、見ておきましょうね。なかなかね、満開に咲いてますね。よいしょ。はい、桜と紅葉やな。はい、では行きます。ね、花の寺第8番ね。ちょっとね、紅葉がいまいち感がね、死の大きい200円ね。はい、よいしょ。サラの木がもうね、枯れてます。はい、これが大体見れる感じのあれですよね。涅槃図とか、これもまあまあちょっとあれすることは、映すことはできないというか、見ることできる、できないと思うんですけどね。やっぱり12月に入ってからが綺麗かな、これ。はい、ね、よいしょ。じゃあちょっとね、庭園を見せてもらいましょう。はい、はい、今年の夏見たね、青もみじのがね、あの机に光ってるあれですよね。秋の紅葉はこんな感じになります。で、夏のサラはこんな感じですね。はい、ではあそこでね、ちょっと500円払いましょう。前ね、こっから入っていきます。靴脱いでね、よいしょ、よいしょ。なんかだいぶ椅子みたいな、ね、線香の匂いするわ。この先文化財庭園で500円いりますよとね。あれ、動かないな。階段気つけてくださいね。ね、よいしょ。ああ、南天みたいな、南天。きれい、咲いとんな。はい。これがまあ大体そういうね、感じのところやね、これ。ちょっとのかな、あ、ちょっと逆か、これ。ああ、したけど、まあ、どうやろうね、これ。まあ、だけど、断定が綺麗わ。ねえ、綺麗に。黄色いのもあるな。あ、この秋の風景見るの初めてやからね、ここで。よいしょ。しかも綺麗ですよ、なんて。で、紅葉の状態どうかな。なんかちょっとまあくすんでるって言えばくすんでるけど、まあこんなもんか、今年はどこでもね。しょうがない。ここのさつきも見に行きたいな、またな。
来年はそこまた涅槃像を見た後ここに見に来ようか。なんていうのこれだけ整然と綺麗に咲いてるのは気がつかなかったからね。よいしょ。はい。で向こうからなんか花咲いとったよね。前何やったけどね、なんか花咲いとったよね。よいしょ。さあここでここでね、皆さんちょっとはしたらダメなんでね。ああ映ってきればね、こんな感じ。この下は机ですからね、これ、でこの机のこの黒い目に反射して、で真ん中の赤いの絨毯ですから、毛線ですからね。こういう感じで上と下を合わせるとこういう感じか。こうすると右と左、もうちょっと下がいいか。これこの机のものを置かないでくださいね。手で触ったら取れへんらしいから、肩がついて。まあ夏場ね、そんな言われましたよね。はい、あの写真の写すとか、これねガラスに写っても綺麗よな。これこれは青もみじが机に光っとるね。これはまあもみじが机に光っとるという感じです。こうやって見たらあれかな、もうちょっと遠くから見ても綺麗なの。なんか映ってるか映ってないか。あ、この辺の角度やったらちょっと映ってるかね。もうちょっと角度斜めに見た方が綺麗か。地面に座ってやらんと。何でも座っとられか、机が見えんかね。まあ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 、カメラマンの人はもっとねうまいこと写してやるけど、写してやるけど、まあええかまあこういうふうにして写してくださいねという参考動画ね。はいはい、まあそんな感じでした。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね、次の動画でお会いしましょう。